こんにちは、トムです。出張買取を始めたいと思ったらですね、まずやるべきことは、古物商を取るです。もうね、すぐ取った方がいいですね。これを取れば、あれこれ勝手にどんどん進んでいくと思います。なぜならですね、古物商は取るのにお金がかかるし、いろいろ書類とか集めたり面倒なことやんなきゃいけないし、警察に行ったりもしなきゃいけないので、まあ、この面倒なことを乗り越え、お金も払ったらまあなんかやろうって思いますよね。だからまずそこまで進めればいいんじゃないですかね。なんかね、なんかやるぞって思った時に、もうなんかそのこうなんかいろいろ考えちゃうじゃないですか。これちゃんとできるかなとか、お金足りないかなとか、まあ買い取りで言ったら、お客さんどこ行ってもちゃんと喋れるかなとか、さてちゃんとできるかなとか、いろいろありますよね。他の仕事でもいろいろあると思うんですよ。でも古物商というのはまず一歩動くことがとっても大事だと思うので、一歩動けば2本目が始まりますので、まあ、まずは古物商を取るというのはね、とっても大事なんじゃないかなと思います。今喋ってて思ったんですけど、だってアルバイトとかも何も分からずとりあえず面接行ってとりあえず始まっちゃうじゃないですか。できないことがあったらね、聞いてね、ちょっと覚えていったりとか、まあ、なんでそんなボード立ってんだとか思われたりしながらそういった嫌な思いもちょっとしながら、まあ、こう成長していくじゃないですか。これがなんか自分でやるビジネスってなるとね、なんかそういう順序不明ないんですよね。やっぱり人間失敗するのは嫌だし、嫌なことやりたくないのでね、なんか進めなくなっちゃったりするんですけど、進まないと何も進めないですし、最初から完璧にできることなんてないですし、で何年もやっても失敗することもあるし、嫌な思いもしたこともあるし、まあね、そんなね、思った通りにね、数字なんて上げることもできませんしね、逆に思った通りじゃなくて思った以上に上がっちゃうとかもあるのでね、まあ、そんな計画通りにいくことなんてほとんどないと思うので、だから計画とか立てたり、まあ、実践もしてないのにね、知識だけ詰め込んでもね、全然役に立たなかったりするので、でね、そんな知識詰め込んでもね、今知識を詰め込んでね、現場に出ることには忘れてるみたいなこともね、多々あると思いますので、まあだから僕が言いたいのは、もう具体的な行動をね、もうとりあえず一歩踏み出す、何かやりたいと思ったらそれをまずやってしまうっていうのが、まあね、例えばブログで稼ぎたいと思ったらブログを立ち上げて一文字でもいいから書いてみる、本背取りで稼ぎたいならとりあえずブックオフに行ってみて、なんか適当でいいから買ってみて出品してみるっていうね、そういったことをやるのがとても大事だと思いますの で出張買取りで言うと、まあ、まず今すぐできることとしては、まあ、古物商を取るんですね。で古物商を取るのは何でかっていうと、まあ、ちょっと取得するまでにもね、時間がかかっちゃうんでね、でちゃんと古物商を取ってから、まあ、買取りに行った方がね、いいと思いますのでね、だから古物商を取ってください。動画を見ていて出張買取に興味がある人はぜひそれをやってみてほしいなと思いました。というわけで、トミーでした。ありがとうございます。